はい、本当緊急で動画回してるんですけど、風であかん。さて今緊急で動画回します。ですね、台風が近づいてて結構えぐくてですね、本当どうしようかなと。カート多分全然雨でめっちゃ濡れる。もう雨がもう横に吹いてます。これでまだ全然、めっちゃ雨が降り込むな。はい、というわけで、緊急で動画本当に撮ってるんですけど、やばいです。福岡でこれです。まだ全然福岡の方来てないんですけど、はい、今はですね、鹿児島、ニュース見たらですね、鹿児島と、どこだ、宮崎、大分が結構ひどいみたいで、でも福岡でもね、なんか九州電力や福岡県内もう20万棟ぐらいは停電してるみたいです。はい、いやー、うち家がね、そんなにもう壁紙も剥がれてますね。うちそんなに立派な家じゃないんでですね、ちょっと本当に飛んでいかないか心配です。あとやっぱ停電怖いですね。もうすでに停電起きてるみたいで、停電起きちゃうとどうしようかなっていう感じですね。多分これ見てる人で、まあ九州、そうですね、僕たちのファンの人たちもやっぱ九州の人いると思うんで、ね、大丈夫ですか、大分の人とか。はい、もう僕まだ僕たちは福岡県内ですけど、ビビってます、相当。風も強いし、雨もすごいし。で、何がやばいかって、もうコンビニ、セブンイレブンとかローソンとか24時間営業のお店も、もう閉まってました。もうみんな避難済みです。はい。というわけで、ね、犬たち。時刻は7時。はい、ちょっとみんなうるさいんで、この子だけ連れてきました。ベロ出てる。はい。そう、まあ、ちゃんとした動画あげようかなと思ってたんですけど、結構九州全域非常事態で、まあそれどころじゃないなっていう感じなんですけど、はい。じゃあ一応皆さんにお伝えしようかなと思ってます。この子の名前はですね、一応ママさんが決めたんですけど、トノくんと、トノサマンのトノくんですね。うちの男の子は武士くんにトノくんということで、トノと武士ですね。なんかそういうあれがあるのかな。ね、トノくん、ちょっと言いにくいけど、トノくん。まあ、時期になれると思います、トノくん。びっくりしようね、トノくん。ね、みんな。ほら、みんなが見ようよ、多分。ね、みんな見てくれよ。マジで、でも本当緊急です、緊急。緊急事態です、マジで。ちょっと待ってくださいね。緊急なんで、あれです、緊急なんであれですけど、はい。ちょっと。はい。あれ、なんか充電器か。よいしょ。はい。いや、緊急ですね、トノ君。台風怖いね。ちょっと停電になったらね、どうしようかな。なんか、停電とか断水になってるとか、めっちゃニュース流れてたんで、怖いですよね。でもなんで台風って、停電はわかるんですけど、断水もするんですね。じゃどうしようかな。本当に。いや、怖い。いや、でも本当、でもマジでやばいですよ。多分僕たちのところが本格的に来るのは今日の夜中から明日の朝には本格的に多分来ると思うんで、ちょっとマジでビビってます。はい。もうコンビニがもう夕方の5時ぐらい？夕方5時？ 17 時ぐらいですよね。17時ぐらいでもうほぼ閉まって、てる状況で、で、空いてるお店も聞いたんですけど、空いてるお店も、20時までしか、営業しませんみたいな感じだったです。で、近所のスーパーとかはもう全部閉まってました。はい。まあ、コンビニもスーパーも、食材、
食材がほぼなかったですね。あるのはあのジュースとか飲み物、あとお酒とかその辺ですね。だけどおにぎりとか弁当とか、あの非常食になるようなものはもう全部なくなってました。なんかそうだけど、一応緊急で撮ってるんでちょっと字幕とかカットとかちょっと本当ないんですけど、あ、ちょっと殿くんが元気になりました。殿くんです。はい、殿くんね、みんなとねやっぱあんまり遊べないんですよ。うん、怖いみたいで最近やっとね、もうすぐ1週間経つんでやっと僕たちにはちょっと慣れたかな、人間には慣れたかなっていう、人間には慣れたけど、まだまだ僕たちの親犬たちね、まあ、ボスでもちょっと、ボスとかね、やっぱ仲すぐ良くなるんですけど、いかんせんやっぱうちから生まれた子じゃないんで、なんか全然仲良くなれてないっていうか、ボスにすらビビってます、この子は。ね、男の子なのにね、おとなしいよね。あー、噛まれ出した。そう。これ結構ガチガミにしてきたんで、これになるとちょっと慣れてきた感じですよね。ね、トロ君。はい。いや、ほんとでもどうしようかな。一応、ほんとに、朝6時とか7時ぐらいには結構激しくなると思うんですよね。福岡県の。まあ僕らは福岡県のあの上の方なんですけどね。はい。まあ、激しい風と雨が来るとは思うんですけど、まあ、気をつけてください。大分県とか。宮崎県の人大丈夫かな、ほんと。もう僕、さっきまで、あの、ちょっと大分方面っていうか、まあ、福岡県なんですけど、行橋っていうところにいたんですけども、風と雨がすごくて、もう尋常じゃなかった。そっから帰ってきたんですよ、さっき。仕事が終わって。はい。仕事だったんで帰ってきたんですけども、そっち方面はもう全然、もう、暴風域以上、もうなんて言ったらいいかな、もう、風が強すぎるし、雨がもう横に吹いてる感じで、で、なんだ、もう車も全然走ってない状況だったんですよね。うん、で、そっからなんとか、ね、ギリギリ、なんとかかんとか帰ってこれて、で、今家なんですけど、いや、家もちょっと怖いなっていう、状況です。開いた。よしよしよし。はい。そうだな。これをちょっと今時刻が、19時か。今19時で撮ってるんですけど、すぐ動画上げて、何分後だ。20時ぐらいには動画上げれたらいいなと思ってるんで。で、それからですね、ちょっと多分雨風強くなると思うんで、まあ、21時から22時の間に、ちょっと台風の状況次第で YouTube ライブしようかなと思ってます。はい。台風状況も兼ねてですね。ということで、ちょっと本当に緊急で動画を上げたんですけど、もう停電になってインターネットも使えなかったら多分ライブ配信もできないと思うんですけど、よろしくお願いします。じゃあね、はい。はい。じゃあまた、皆さん、また元気で。あの、気をつけてください、災害。僕らも、ちょっと、できる限り、台風に備えます。ではまた。痛い痛い痛い。ちょ、切らして。